おはようございます。リコー TV です。エンジンのね、新しい虫系ワーム、もうね、ここまでいくと虫っていうよりカエルイメージなのかな。デカブーン、これがですね、釣り具屋さんに並んでいたので買ってきてみましたよ。でね、ピンク色ね、遠くから見ても視認性いいんじゃないかなと思って、バブルガムピンクって書いてありますけども、デカブーンってことでね、2個入ってますね。これをですね、ちょっとね、気になって買ってきて早速開けていきたいと思います。こんにちは、エンジンのハブです。今日は三島湖に来て、 DC ボートさんから出ていたんですけれども、偶然隣に田中さんがいたということで今日も捕まってしまいました。おはようございます。おはようございます。おはようございますじゃないです、お疲れ様でした。で、今日田中さんがデカブーンを使ってたということで、ちょっとデカブーン説明してよっていうことなんですけれども、2019年の3月の末に発売になったエンジンの新しい虫系と言いつつ、実はフロッグの、デカブーンですね。色は今回は6色ぐらいかな、ごめんなさい、ちょっとうろ覚えで出ました。で、まず、まあ、最初に言ったように、その、まあ、カエル意味で言うと、まずそのブーンが今回僕もついてますけど、このブーンもよく、まあ僕も常々言ってますけど、まあ、カエルだよと、はい、虫というよりもこう毒を臭させながら動かせてやるんでカエルっていう感じで、まあ、防走反動で冬でも虫で出るのは、まあ、カエル食ってるからっていう感じで、まあ、トツラハラなんか本当に12月とか1月はまだカエルが鳴いてるから、まあ、それで多分全然出るんだと思います。で、それのまあサイズアップ版がこのデカブーンですね。オフセットフックの20太軸のやつがいいと思います。僕は TNS の20を使ってます。まあちょっと軸の太めの、オフセット合わせてもらえばいいと思います。20ですね。で、ロッドは、ここちょっと皆さん結構悩んでるっぽいんですけども、ちょっと固めがいいです。僕はスペルバウンドコアの63ハーフの XH っていう、まあ、ビッグベッドとかフロックとか羽で使ってる竿でやってます。ちょっと柔らかめの竿とかだと、投げやすいかもしれませんけど、やっぱりフロックと一緒で腹筋が決まらないので、固めの竿、ミディアムヘビー以上がいいと思います。長さは66ぐらいまでが扱いやすいかなと思います。で、僕の場合は PE でやってて太さが35、フロロでもいいですけど、やっぱりちょっと中空ワーム素材の中空ワームなので、フロロだとちょっと沈んでしまう、エラストマンみたいにもう常に浮いてるわけじゃないので、あの PE の方がいいと思います。で、まあいつもブーンとかもそうなんですけど、ライクもそうですよね。あの、僕の表層キーワームが全部ワーム素材で作るっていうところが、こだわりなので、やっぱり厳しい時もしっかりバイトしてくるっていうところを、まあ、10年、特にそのハイプレッシャーの防走リザーバーとかでも釣り方のようにワーム素材ということにこだわって、今セルワームもワームでこういうシチュエルワームを作っています。で、まあ結構ね、これ使ってシチュエルの部分使ってくださってる方多いんですけれども、まあ、デカ部分じゃどういうところで使うのよっていうと、まあ、ゴミ溜まり、ゴミがこう寄せられてその上、あとはハンドの奥、ちょっとまあこれじゃ入れきれないよね、飛距離がもうちょっと欲しいよねっていう時とか、あとは雨とかで、雨とか今日こうやって風が吹いてて、ちょっとこれだとアピールが弱いよねっていう時に使ってもらうと思います。特にあの内ゴミの上とかだと出るんだけど、ちょっといまいちバスが見つけきれてないみたいなところもあるので、しっかりバイトさせたい時とかはこれがおすすめです。使い分けることでよりあの直感伸ばせると思いますので、ぜひ両方使ってみてください。今日も古城でも何言ってますよって方がいらっしゃって、嬉しい限りでした。まあ俺です。いや、他の方もいました。まあね、ブーンはかなり釣れて、こっちもかなり釣れるように作っております。これから本当の本番時期だと思いますので、ぜひ皆さんもブーン兄弟で、まあ、楽しいサーフェイスの釣りを楽しんでいただければいいと思います。あとブーンチンっていう沈む人も出ます。まあ、あとせっかくなんで釣り子さんに捕まったんで、一つネタですけど、はい、ブーン兄弟はまだまだ続きますので、2020年もご期待ください。それは今日投げてましたけど、やばい釣れます。で、綺麗にまとまった後で申し訳ないんですけど、はい、デカブーンはノンソルで、はい、ブーンはソルトインじゃないですか、はい、ここら辺の作り分け、はい、デカブーンがノンソルなのはさすがにこの質量でソルトインで作ると沈みます。あ、はい、そうか、沈まないんですけど、うん、やっぱり身切れとか、うん、沈みやすくなってしまうんで、強度とか浮力を確保するために、で、
飛距離を出すためにソルトを入れてるってとこもあるんで、ワーム自体がサイズがあるんで、自重があるんで、十分塩を入れなくても飛距離が出るっていうことで、デカ分はノーソルトということでございます。ありがとうございました、はい、ちょうど雨も降ってきたんでこれくらいにしたいかなと思います。ありがとうございます。釣り子 TV 準レギュラーのパブでした。で早速開けていきたいと思いますね。エンジンのね、あのハブくんね、放送ダムでこうねバッカバカに釣ってるハブくんプロデュースのルアーでいいんじゃないかなということで、あー小さいながら結構ね細かい仕事してますね。このブリスターパッケージもすごいね、専用のいいやつがついてますけども、ああこれはね触ると分かるんですけどね、このね中空になっていて独特のね、あの小さい方の分触ってるとよく分かるんですけども、まつれそうなね柔らかさなんですよね、このくてっとしたような感じのね。でまあでもね張りはあるっていうね、この中空によってなんか独特のね、これ今プシュってやると空気が抜けてこうちょっとへっこむんですけども、すごいね抵抗感なくプシュってね、こうねボディがすっごいね平らにへこむんですよね。それでもってふわーっと膨らんでって、まあ膨らむところはねそんなあのまあこう水が入ったらプシュプシュってね水抜くんですけども、近くで見るとわかるかな、こんなに薄くなるの、ね、これがフッキング性能にねすごい役立っているんじゃないかなってね。まあこの大きな方ではまだもちろんね釣ってないんですけども、小さい分ってのがね、まあ、やたらノリのいい虫ワームで、それってのがあの最近流行りのねエラストマとかああいったのではなくて、あえてワーム素材で中空にすることによって飛びもいいし、この真っ平らになるねこの針先の露出させ具合っていうんですかね、これねすごいねがっちりと針が出てくれるんで、でフロッグと違ってやっぱり今回はまあフロッグ素材と違ってワーム素材で作っているまあフロッグっていう印象になるんじゃないかなと思うんですけども、これによって大活躍間違いないんじゃないかなとね。ただねあの2個入りなんでね、ここぞっていう時に投げる感じにはなるかなってね。でどんぐらいサイズが違うのか、最初の分まだねちょっとねピンク色残ってたんでね、これがですね、はい、よく釣れる関東房総リザーバーでね去年猛威振るったねブーン虫ね、ブーンですけども、これもね小さいながらまあよく飛んでくれて、そんでもってあのバスの口の中にスポーンって入るね、これがよく釣れたんですけども、こんな感じね、親分とこれね、オリジナルサイズのチビね、こんぐらい違うんですね。体感としてはね相当ねまあドシッとしてますよ。これで浮くんであれば本当ねカバーの奥の奥にベイトタックルでズババババってねぶち込めるなってね。こいつはね結構あの PE ラインでパワーフィネスみたいなタックルで奥に送り込むっていうね、さすがにねベイトフィネスとかでも投げづらいかなどうかななんていう印象のねスピニングタックル推奨なルアーだと思うんですけども、これだったらねもうね結構ぼってりしてるからあーがっちりね、投げれるんじゃないかな、ベイトタックルでって、そんな印象ですよ。じゃあね重さの方も測っておきたいと思います。じゃあねまずねゼロ表示しましたね。従来のブーンってのは何グラムぐらいだったのか、 1.9、 まあ2グラムほどなんですね。まあこのサイズで2グラムもあったらそれは投げやすいわなっていうね
ね、あのなんだろう、このコンパクトさで、まあ、1.9 ってことは、あのダウンショットの 1.8 グラムシンカーだけをスパーンってね投げてるとイメージしていただければ結構飛ばしやすいっていうのがわかるかなと思うんですけども、このサイズで中空ボディで浮くのに自重はね 1.9 ある。まあこれにさらに針を背負わせるわけですから、あ 2.5 グラムからおよそ3グラム近くまでなっちゃうっていうね、これがね従来の部分の売りだったわけですが、そこで今回ねデカ分、まあコンセプトも全然違ってくるとは思うんですが、これ結構重さいきそうですよ。おーっと 6.3 グラムに、やっぱり針を背負わせるってことはもう7グラム超えぐらいの重さにはなってくるのかな。ってことはもちろんベイトフィネスタックルなんかがね一番トラブらず投げやすいかと思いますが、まあ近年のね通常のベイトタックルであればほとんどもうねいい感じで投げれるんじゃないかなね。で合わせるのはねやっぱカバーの奥でガバーって出てね潜られたら勝負ありになっちゃうから、ハイギアのものがいいんではないかなって、ギア比8とかね、まあギア比7とかそういったちょっとね、でまあポイントから外れたらもうねパパパパパパって回収するような釣りになるかと思うので、ハイギア目でベイトフィネスタックルなんだけどちょっと糸太めで巻き込んでおいてとかね、そんな感じの組み合わせですごい使いやすくなるんじゃないかな。でね、問題は針ですよね。中空ボディなため、まあプシュってやったらねすごい薄くはなるんですけども、ある程度ワイドギャップのものがいいんではないかななんて思いますね。で自分はあのこの小さい部分の時はねこれね、ネコリグオフセット、これがね寸詰まりのねボディで、そんでものすごいねめちゃくちゃこうワイドギャップだから、このねもうこれ1番かな、小さい分にはねこのねフッキングマスターネコリグオフセットね、これ一択だったんですよね。これ昭和してもね全然浮いてるんで、そんでフッキングもバッチリ決まるっていうことで、でハブ君はねなんかねもうちょっとねゲーム幅の狭い3番の、どこの針だっけな、詳しくは多分ねエンジンバスとかね、ハブ君のねバス釣りの動画見ればね語ってると思うんですけども、そこで紹介してましたが、自分はねいろいろ使った感じこのネコリグオフセットがいいんで、このブーンの袋と一緒にね、まあ、ネコリグでこれ使ってないんですよね、このほんと虫系ワームにすごい便利なんでこういう感じで一緒にしまっているんですが、まあ、これもね何か水晶のフックとか自分なりの気持ちよく使えるのが見つかったら針と一緒に入れて持ち歩こうかなと思うんですけども、何にしてもあとはワーム素材でできているから、他のワームとかとねあの同じボックスにごちゃっぺーって入れておいても溶けちゃったりすることがないので、そういったところもねあの使いやすいんじゃないかなってね。おかっぱりの時なんかもこう一つのねあの空いたこういう袋になんか釣れそうなワームねいくつかね詰め込んでなんていう使い方してる人もいるんじゃないかなと思うんですけども、そういった時も怖くなくね針つけたままとかで自分入れちゃいますけども、持ち運べるっていうね。で説明書きは特にないんですけども、まあノンソルトなんだな、これノンソルト中空ボディ虫系ソフトベイトっていうことで、これノンソルトですね。こっちの小さい分はソルトイン中空ボディ虫系ソフトベイトなんですけど、ここがね全然説明が違いますね。小さい時は小さいながら重さを出すためにソルトインボディなんです。で今回のデカブーン、これはノンソルトね、まあ、この大きさが確保できてるから多分わざわざ塩入れなくてもハブ君の印象のこんぐらいの浮き角度っていうのがね、あと重めの針を背負わせることによって水中のこんぐらい入っていてほしいとかがなんかうまいこと実現できてるってことなんでしょうね。というわけで、勘違いなきようにこちら、デカブーンはノンソルト中空ボディ虫系ソフトベイトですね。まあ虫っていうよりどちらかっていうともねカエルって印象ですね、小さなね。この前もねダム行ったらね朝とかねすごいゲコ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 鳴いてるんですよね。そんな鳴き声が聞こえた時とかに岸際に一
番奥の奥まで入れて岸からポトリって落とすとガバッて出るってね、そんな使い方になるんじゃないかなと思うんですけども、いよいよねそういった釣りが楽しいハイシーズンに突入してきておりますんでね、チャンスがあったらね積極的に投げてみたいと思います。今年はねあのキープキャストなんかで見たら、あの人気の野良ネズミなんかもこういう感じで、でかいサイズね、エンペラーとかね、まあこういう小さいので実績の出たワームの大きいバージョンとかね、あとはこの後いろんなメーカーから出てくるんでしょうけども、沈む虫ね、うん、ディスタイルとか、あとハブくんもなんかテストしてましたね、要は何ですかね、こう芋をより虫に寄せたような使い方、そんな感じのワームがねいろいろ各メーカーから出てくるみたいなんで、そういったね最新の釣りも楽しみですね。まあこれに関してはね、ガバって出るのが楽しいトップウォーターね、まあ、クロックって、まあ、セッティングがうまく出てないとノリが悪い時あるけども、ワーム素材シングルフックによってかかりを良くしていくぜってね、こういったコンセプトだと思います。今度ねハブくんに会ったら聞いてみたいと思いますが、そんな感じで、本日の釣り行 TV はエンジンから新しく出たですね、デカブーン、これを買ってきてみたいと、こういった動画でした。はい、釣り行 TV でした。